はいどうも、今日も元気バトルやっていきましょう。チャンプルーです。スロット2を使います。そして今回はコールドシリーズ第4弾コールドピポサル使っていきます。で、あとはこのパカセにしましょうかな。というわけでね、今回はね、このスクールジャージっていうコスチュームに身を包んだアイス属性だけで固めたピポサル、コールドピポサルを使っていきます。さあ、頑張って装備集めてね、作ったんだけど、今回もじゃあ展覧会していきましょう。最初はい、青いコスチュームね、身を包んでアイスメカボ、アイスフープ、アイスパチンガーという風にね、3種の人気揃っています。あ、なんか撃ち落とされたね、あいつかわいそうに。あ、かわいそうに2人から狙われてる、かわいそう。どこ見てるの？ちょっとされちゃうよ。うわ、強い。あら、死に損ねだったね。あのヒロキやる気満々だね。オッケー、やっつけてやった。お前危ないな。怖いね。怖すぎだろ。あいつ強化弾持って。やばいね。一番怖いよ、強化弾持ってるやつとサンダー持ってるやつ。はあ、怖かった。もう、てか4時だから、ちょっと、脳が正常な判断を下せなくなってる。もうこれ終わったら寝る。サムネは、起きてから作ろうかな。なんか楽しくなってこういう装備作るのが。おお、さあ車線を切ってますね。あら、かわいそうに。強い。てかさ、ピポサルのダメージってさ、なんでこいつさ、あれ食らってたの、ダメージ、サンダーダメージ。あ、自分のメカ四駆か、もしかして。え？ちょっと待って。でも、でもトップバスターって自分のダメージ食らわないよね。爆風で。あ、撃ち落としちゃった。やったね。さあ。結構ダメージ、やっぱダメージ入るよ、ピポサルのアイスって。だってファイヤーでさ、ほぼ即死レベルで食らうじゃん。この子もやばいよ、アイス。ピポサル自体がね、攻撃力元から高いから、アイスにしちゃうとね、さらに高くなっちゃうっていう。あ、死に損ねだね、まあ、アイスの欠点はこの死に損ねが多くなっちゃう。いや、トップバスター固まって降ってきすぎでしょ。バイバイ。オッケー、こんな感じですね。でもね、アイスは固めてさらに攻撃ができて、かつエジモンも当てきれるっていう。あとリスキルがしやすい、凍らせれるから。ってところかな。とりあえずこの雷取っていってる。あれ、メカ棒になってなかった。あ、はい、オッケー、トルパッチ。あ、トルパッチしようと思ったら死んじゃってた。何ですか、お前。おう、かわいそうに。無理にね、狙わない方がいい、こういう時。敵の姿が見えない時はね。
おい、トミパッチ。まあ、一回ね、焦らずに、トップバスタームーンウォーク挟んでから、で、安定した時に、コンボね、挟むって感じで。アイスだからといって、舐めてはいけないぜ。というわけで、今回はね、この辺で終わりにしたいと思います。もう4時過ぎてるんで寝ます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。